皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。キコちゃんです、よろしくお願いします。さあ、本日の話題なんですけれども、タイトルでびっくりして見てる方も多いと思うので、まあちょっと不安にさせないように結論から申しますと、皆さんが本日もしも初めてマナー MV をゲットしたとしたら、消滅する危機は消滅する危機がありますので、ぜひ注意していただきたいなと思いまして、注意喚起を含めた意味でこの動画を回しております。はい、そうコメントがあったんですよね。リコちゃんが配信してたらコメントがあって、マナー重心化させマナー MV 当たったんで重心化させたら、あの重心化回 MV の重心化回できないんですけどってコメントがあったのよ。これね、ミスする人もいるかなと思うんで一応動画にしておきます。はい、そうマナー MV っていうのは基本的にはカナタオラゴンが必要なんですよ。カナタオラゴンっていうのは昔空の彼方っていうねモンストの映画が、放送された時に、放送わかんないけど、された時に手に入る特別なオラゴンで、通常のマナとはまた違うマナにそれを使えばできるよということで、まあ昨日の動画でもねそれを申し上げました通りなんですけども、そう今回のガチャからは、マナガチャからはこの MV 仕様の、はい、マナちゃんが出ますということで、これね進化ミスると通常になっちゃうんでマジで気をつけてほしい。まあ、通常で言うとね、通常で言うとまあ普通にこうレベル上げてね、レベル上げてこれお正月マナね、で重心化させますってね、どれでもいいんですよ正直、重心化させますってできるじゃないですか。はい、で通常のやつね、これも進化神化させますって、で進化させるときにこれほら神化なんだけど、神化でもこれが、必要だと、カナタオラゴンが必要だということで、まあ、これの状態で出ると思うんですね基本的に、ガチャからは基本的には。うん、で、注意してほしいのがこの MV を、まあ、強化素材として入れますね、入れます、で重心化させます。まあデフォルトでもう一番右が選ばれてるんだよね、これにしてあげればいいんですけど、人によっては間違えて一回まず見るじゃんこうやって、ああこんな感じなんだねって、もうすでに MV になってるんでカナタオラゴンの表示ないんでね、うん、ああこんな感じなんだみたいな、あとりあえずどれでもいいやみたいな、全部一緒じゃんみたいな、うん、全部一緒なんだからどれでもいいやってなるわけですよ。うんね、これダメです。はい、万が一この左の2種類ね、こっちのマナかこっちのマナ、通常のマナの方ですよ、通常のマナの重心化の方を選んでしまったら、重心化回 MV にするときにカナタオラゴンが必要になっちゃいますね。はい、画面で言うとこれかな、これがこれにするためには、はいカナタオラゴンが再び必要になってしまいますので、このミス人によってはしてしまう可能性もあるんです。マナを初めて手に入れたよって人、全部見てみたいなと思ってさっきみたいにポチポチポチとしてね、左2個間違って選んじゃいました。うん、そしたら MV できないんで、皆さん本当に気をつけてください。はい、短い動画ですけど以上です。またね、あ、この後動画出ます。